ティローロはイタリア共和国トレンティーノアルトアディジェ州ボルツァーノ自治県にある人口約2400人の基礎自治体。メラーの郊外に位置する村で中世にこの地方一帯を支配したティローロ博の居城、ティローロ城が所在する。地方名としてのティロールの発祥となった土地である。ティローロとはティロールのイタリア語名であり、現在のイタリアとオーストリアにまたがる。 ティロール地方全体を指すイタリア語での名称でもある。当地の領主であったティロール博がその勢力をアルプス一帯に拡大したことから、その領土がティロールの名で呼ばれるようになった。地方名と区別するためにティロールの町を特にドルフティロールとも呼ぶ。ボルツァーの自治県西部に位置するコムーネでティロールの集落はメラーノの北約2キロメートル、テッサ山地の斜面に所在する。 また、ティローロは、ケント・ボルツァーノから北西へ、約2 6トルインスブルックから南南西へ、約6 7トル、州都ト,トレントから北へ6 9トルの距離にある。メラーノを中心とする地域は、ブルグラビアート、ブルクグラーフェナムトと呼ばれるが、これは、白白白の役所に由来する地名である。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り、 グルッポディテッサ国立自然公園の中心地にあたる。ティローロの町は、モンキーさんベネデットの山腹、標高およそ600メートルの地点に位置する。コムーネの面積のうち、3万3000ヘクタールが自然公園内にあり、400ヘクタールは果樹園、60ヘクタールはブドウ畑として利用されている。ティローロの町ティローロの町の名は、1158年に、 ビカス・タイレルと記録され、1191年にチロルと記されている。この地名は、インドヨーロッパ祖語で、土地を意味するティルとの関係が推測されている。現在のティロルという形で記された、最初の文献は、1335年のものである。ティローロ乗船27年、神聖ローマ皇帝コンラート2世は、トレント司教ウダルリコ2世に、 ボルツァーノを含むバーレデル・ダギジェの統治権を与えた。以後この地方は皇帝の保障の元教会領、すなわちトレント大司教領、ボルツァーノ・ブレッサノ・ーネ司教領として統治されることとなった。神聖ローマ皇帝は伝統的にローマでローマ教皇から体感されるものと考えられており、アルプスの安全な通行が求められたのである。実際、領司教は、 様々な圧力にもかかわらず、帝国に対して忠実であった。その後数世紀をかけて、領主教の世俗の権力が低下し、代わって新たな勢力がこの地方に台頭することになった。1140年頃、ヴィンシュガウの公爵が初めて、ティロール博の称号を名乗ったと考えられている。その末裔は、ティロール城に拠点を置き、ティロールを加盟とした。13世紀、 ティロール博の一族は、トレント司教から大官に任命され、領地支配を委ねられていたが、やがては司教たちの領主権を侵奪するようになった。ティロール博の地位は、13世紀半ばにティロール家のアルベルト3世から、娘婿のゲルツ博、マインハルト1世に移り、マインハルト1世は、ティロールゲルツ博となった。マインハルト1世のこのマインハルト2世は、 ケルン県にまで領土を押し広げた。歴史的なティロール地方という名称はこの時代に成立した。それまでこの地方はラントイム語尾があるい、ラントデア語尾がと総称されていた。この地方は1248年の文献でデミニエムコミティスティロリス、すなわちティロール博の領域の名で呼ばれることになったのである。ダンテの新曲にもティロール地方は タイラリーとして言及されており、ドイツとイタリアの間にある広大な領域としてみなされている。14世紀、ティロール城の黄門時代は終焉を迎える。1335年、ゲルツハク家のハインリヒロクセイが没し、唯一の女子マルガレーテが白衣を継承したが、領土の相続をめぐって、ルクセンブルクやビッテルスバッハ家、ハプスブルク家が介入し、混迷に陥った。 1363年、ハプスブルク家のオーストリア公、ルドルフ4世は、マルガレーテを退位させて、強引にティロール薄領を継承。以後ティロール地方は、ハプスブルク家の統治下に置かれる。ティロール薄領の首都は、1418年にメラーノに移転し、ついでインスブルックに移る。ティロール城は水尾し、採石城として用いられることもあった。19世紀初頭、 バイエルン王国が短期間ティロールを併合した際に、城は安い値段で売り払われた。19世紀にメラーノの町がティロール城を買い取り、後に皇帝フランツ2世に献上された。第1次世界大戦後、この地はイタリア王国領となり、ティロール城はイタリアの国有財産となった。 1974年にティロール城の所有権は、地元ボルツァーノ自治権に譲渡された。1990年に、県立考古学博物館委員会に移譲され、ボルツァーノ県立歴史文化博物館が開館した。ボルツァーノ自治権が設置した、広域自治体コムーニタコンデンスリール、ブルグラビアート、ブルクグラアフェナムトに属するコムーネの一つである。 居住者の約97%がドイツ語話者、約3%がイタリア語話者であり、ラディン語話者もわずかに存在する。ドイツ語話者は義務教育課程において、大二子供として英語などと同じく、イタリア語を選択して学習することができるため、イタリア語を理解することができる。メランと同様、ほとんどすべての住民、 特にホテルやレストラン、商店などの従業員はドイツ語もイタリア語も自由に操る。交通標識などは2カ国語である。経済は特にドイツとイタリア、一部オーストリアの旅行客を主に成り立っている。周辺はボルツァーノ県の他の地域と同じようにリンゴ栽培の果樹園に囲まれ大切な農業収入となっている。ありがとうございます。